はい、遠野 A です。それでは今日は、増税をするかしないかで、総裁選が大揉めに揉め始めているという話をしたいと思います。安い税金にすべきだということをですね、ここ数回述べてまいりましたけれども、くしくもですね、 本日4日に出馬表明、総裁選出馬表明をした茂木幹,幹事長がですね、えー、岸田政権で決めていた増税をもう停止すると、ゼロにすると、こういうふうに言い始めたので、これでこう大騒ぎになっているわけなんですね。 だからいきなり日本国の総裁選がですね、自民党総裁選、要するにまあ実質上の首相を決めるこの選挙がですね、増税か、増税しないか、まあ減税というところまで行ってないんですけど、いずれにしても増税するかしないかがまあ争点になっているという、重要な展開になっているんじゃないかと思っているわけであります。 えー、まずこの茂木幹事長という方はですね、今68歳で、えーまあ、エリートの経歴を持っておられる方です、えー、東大を卒で、あとマッキン勢に入って、えー、いわゆるま経営コンサルタントを、かなり大手、えー、企業をです、ね、やって、でその後、まあ花華々しいこの経歴ですね、えー、幹事長をやり、確か政務会長もやったと思います、それ政調会長ですね。 それから外務大臣やり、あともう担当大臣はもうこれ数えきれないぐらいやってますね。内閣府特命担当大臣とかですね、経済再,再生担当大臣とか、えー、人づくり革命担当大臣とかですね、もうこれちょっと数えられません、まあ、ぐらいの経歴のある方で、平時であれば岸田さんの次は茂木さんだというふうに言われていた。 まあこういう人物でもあるわけです。ところが、まあ、裏金問題等で今、自民党が大揺れに揺れてるので、このままでは選挙に勝てない、政権交代が起きるということでですね、まあ、今、乱世になってるので、茂木さんの、この、存在感がですね、ずっと低くなってたんですが、本日の出馬会見がですね、まあ、非常に大詐欺に、 なってるわけです。で、これに対する、えー、各候補の反応を見るとですね、まあ、今の日本の政治家、要するに総裁選に出るような政治家が本音で何を考えてるのか、税金に関して、これがくっきりと見えてくるので、まあ、極めて興味深い状況ではないかと思ってるわけです。で、まず、茂木発言から見ていきますと、えー、本日の出馬会見において、 え、防衛増税と、もう一つ、子育て支援金の、まあ、保険料負担増をですね、めぐって、まあ、子育て支援に関して、この二つで、それぞれ1兆円増税をすべきということを岸田内閣で決めていたんですけれども、これをもうなしにして、もうこの増税を停止して、増税ゼロで推進すると。 こういうふうに言ったわけですね。で、この岸田政権ではですね、えー、去年から5年間で防衛費を総額43兆円増額して、これはバイデン政権にそうしろって言われたからやったんですけれども、増税して、えー、ごめんなさいあの、増額してですね、予算をで。そのために財源が足りないから1兆円の税金をですね、法人税とか、 企業に対する法人税とか、個人に対する所得税とか、こういったものでですね、増税するという方針を決めていたわけです。まあ,あとなんかタバコ税も売って言ってましたけど、それはもう付帯したもので、えー、所得税と法人税を上げるというのが大きいと思うんですね。それから26年度、えー、再来年から子ども子育て支援金をですね、えー、新設すると。 新たにやると、まあ、ばらまきですよね。それするために財源が足りないと称して、これで国民と企業からさらに1兆円増税するということを、まあ、決めていたわけですね、えー。ただでさえ高い税率を、まあ、またこうやってですね、いろいろな形で上げてくるということを岸田政権は決めていたわけです。で、えー、これを、まあ、茂木さんはですね、まあ、幹事長であって、まあ、要するに岸田政権を支えた 人物でありながら、今回それもゼロにするというふうに言ったわけですね。これでどんな反応をですね、みんながしたかというとですね、例えば、小泉進次郎氏はすぐさまですね、記者団に、これ政策論というよりも、今まで岸田首相を支えてきた幹事長として、それをこうやって意見翻すとはいかがなものかと。 こういうことをですね、すぐに、まあ疑問を呈して批判したわけですね。で、これ早かったんですよ。でもこれ、小泉慎次郎さんといえばですね、この間の中国軍機の領空侵犯という我が国の防衛上非常に深刻な事態に対して、全く何の発言もせずに、みんなからすごい批判されてからやっと5日経って、で、これで、えー、X にちょっと言ったぐらいなんですよ。自分の口で言うんじゃなくて。 それがですね、今回、増税を停止すると言ったら、即日、もういきなりスクランブル発信してきたわけですよね。えー、これ、この違いっていうのは、本当になんかもう、すごい違いがあって、びっくりしたわけです。それから、あ、林芳正官房長官も、えー、昨日えー、出馬表明したんですけれども、えー、この、この方もですね、今日もう、き発言があったら、すぐに記者会見して、で、 まあ各候補の主張については政府としてコメントすることは差し控えたいとまあ言った上で、ただ防衛増税と子育て支援金のこの負担増については、これは今後の防衛力の増強とか子育て支援の充実に実現する上で必要なものだと思っていると。こういうふうにまあ官房長官らしくですね、慎重な物言いではありましたが、 要するに増税すべきだと言ってるわけですね。えー、そんな停止なんてあってはならない、増税すべきだと言ってきたわけですで。この方もですね、私の知る限り、中国軍機のこの領空侵犯については、そんなに、えー、カウンター発言したというふうな記憶ないんですよね。えー、したかもしれませんけど、あんまりこれ評判にならなかった。それがもうすぐにですね、こうやって反論をしてきたと。この違い です,ね、すごい違いですね。あと石破茂さんです、えー、石破茂元幹事長はですね、まあ、この方らしい言い方で、えー、なんかあちょっとこう分かりにくい言い方をされたんですけど、えー、要するにですね、まあ、どういう趣旨でこういうことをおっしゃってるのかがよく分からない、えー、なんか根拠がおありになるのかどうかっていうふうなことを言った上でですねその根拠が分からない限り この、そんな、経済成長で税収が増えるから、防衛増税はやらなくていいなんていうふうな理屈にはなかなかならないと思う。分かりにくい言い方しますね。え、要するに、批判したわけですよ。で、増税しなきゃおかしいでしょうということをですね、石破さんらしい言い方ですぐに反論してきた。これも即日です。 えそれからあ、小野寺さんですね。この方は、あの、今回総裁選に出てませんけれども、まあ、次期防衛大臣になるんじゃないかとも噂されてる方、今までも防衛大臣何回もやった方ですけど、この方はですね、いや、もう、このお、防衛増税を、防衛費を増やすということは、もう国家で、政府で決めたことなんだから、こんなふうにいきなり翻してもらったら困るということをですね、えー、まあ,あ、すぐに批判したと。 いうことですね。まあ、あの、翻ってですね、日本の防衛費を増やすこと自体は別に悪くないんじゃないかと思うので、まあ、この方が、ま、防衛大臣系のこの立場でおっしゃるのはまだわかるんですけれども、えー、もう一つやっぱり大きかったのは岸田首相の反応ですね。岸田首相がですね、えー、なんか、ま、岸田首相の多分側近から、この茂テ木発言を聞いて、驚いたようだった。 いうふうな観測がすぐ出てきて、その後、その、まあ、関係者と称して、多分側近の方がですね、えー、そもそも幹事長が、あこの、次の首相として出てくること自体、まあ、これは言ったらなんか、明智光秀みたいな、あこんなことじゃないかとも、茂木さん本人が言ってたにもかかわらず、今回、この岸田政権の、 この政策に対しても幹事長が反対だったというわけかと。これは茂木氏は結局、明智光秀だったんだと。まあ、こういうところも言ってきたわけですね。これは、あの、要するに岸田さんが自分では言わなかったけれども、ものすごくこれに対して憤っているということを意味すると思います。まあ、政権で決めて増税ってもう決めてしまったのに、それを翻すとは一体何だということですよね。 まあそういうふうなことがですね、次々に出てきて、あれ、これ、国防に関しては皆さん上の空だったのに、増税しないと言ったら、ここまでこれすぐに反応してくるのかと。もうスクランブル発信ですよね。すぐになってくる。というところで、いかにですね、この国の政治家が、この増税することについては熱心かということが分かったし、まあそのバックにはまあ財務省の この影がやっぱり見えてくるというふうに思います。で、これについてはですね、ここ数回私の動画でも申し上げているように日本の税率は高いんだと。これはあの幸福実現党総裁の大川隆法がですね、今からもう15年前からずっと言い続けていることで日本の税率は高い。高すぎる。もう48%ほとんど半分ぐらい取られている。 経営者だったら元取られてる。普通のサラリーマンでも半分取られててですね。で、この税金はですね、一般の税率っていうのはなんか低いように一見見見えるけれども、なんだかんだ名目をつけて取られて、健康保険料だとか年金だとかですね。まあ国、あの、税金でも所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、タバコ税、自動車重量税、 地方税でも住民税、事業税、古典資産税、地方消費税、自動車税、ここまで取った上で、えー、まあ、ステルス増税というかですね、健康保険とか年金もこう、取ると。こんなことは、これは国民の血税でこんなに取るのは政府がよほど非効率な運用をしているからであると。で、これは全て諸悪の根源は大きな政府にはあるんだと。 要するに、政府がですね、屋上を重ねて、また今度もですね、えー、防災庁を作るとかいう議論がまた、この総裁者の中でも石破さんあたりが言い始めてますね。で、省庁をどん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 作るわけですね。で、そういう形にすると、結局、この役人の数が膨大に増えて、その人件費がものすごく高いわけです。要するに役人のこの給料というのは、 あ我々民間企業のですね、給料よほど高いわけですから。大手企業よりも高い。中小企業なんかよっぽど高い。しかも雨下りがあって。だから、彼らに流れる人件費ってものすごく膨大なものだし、もちろんその運営費の方も膨大になるし、省庁が増えたら、いろんなことやりたがってですね、政府でお金を使いたがるから、もっとお金が必要になって、これが全部我々の税金で増税という形になって、負担になると。 だから、これが諸悪の根源だから、小さな政府を目指すべきで、小さな政府を目指すことによって、初めて安い税金が実現して、これでみんなが幸福に暮らせるということですね。まあ、こういうことがですね、幸福実現党からずっと出続けて、今回は、小さな政府安い税金推進本部もですね、立ち上がっているわけです。 で、こういう議論が起きる中ですね、今回の、まあ、茂木幹事長の増税をゼロにするという発言はですね、まあ、勇気ある発言として、私は、あの、評価したいと思います。まあ、茂木さん自身がですね、えー、すべていいかどうかちょっと別に置いておいて、税金増税をゼロにすると言って、大きな波紋を投げかけたことについては意味があったと思います。そうすると、今言ったように、各総裁候補を一斉にこれパトリア、あの、 スクランブル発信ですよね。多分、減税をはっきり言ってるのは私の知る限り、青山茂原さんだけですから。えー、まあ、また高橋さ早苗さんがはっきりと意思表明してませんけれども、まあ、極めて少数。えー、で、増税をゼロにするというのが茂木さんが現れた。それをみんなが反発しているという状況で、まあ、総裁選がですね、いきなり急流下りみたいにこう、大きな波紋が今出てきてるような状況ですので、 これはある意味大事な議論が起きてるんじゃないかという意味でですね、私はまあ,ある意味歓迎したい気持ちもあるし、またこの増税派のですね、この考え方に流されてはいけないということをですね、まあ、強く警鐘を鳴らしておきたいなと思うものであります。今日はそういうふうな出来事がありましたので、第一報的にお伝えをいたしました。ありがとうございます。